どちらも J リーグオリジナル10、どちらも J2 降格経験なし。 J リーグ31年の積み重ねが伝える唯一無二の伝統の一戦、それが鹿島アントラーズ対横浜 F マリノスです。この両者の対戦こそ J リーグのクラシックマッチであり、クラシコであり、ザ・ダービーです。天野がもらった、いいタイミングでもらった、アンデルソン・ロペスを狙った、関川です。すぐ渡辺康太からの守備でボールダッシュ、井上シュート、こぼれた、またしてもアンデルソン・ロペス、ミッドウィークに続いてエースが仕事をします。乗ってるストライカーのところにこぼれてきますね。処理は少し難しかったかもしれないですけどね、はい、早川の少し弾いたところがね、はい、どうしてもアンデルソン・ロペスの前にこぼしてしまいましたよね。上田もいますし、鈴木優真もいます。上田の頭、まだ靴をちょっと出ただけ、右足だ、うん、ナイスキーパー、いくらしのぎました。最初の名古屋決定機、上田の頭、飛び込んでヘディングしていきます。これぞ鹿島、センターバックの頭から頭、上田から関川、あーでもこれは当然 VAR の確認は入るでしょう。オフサイドです。得点は0対1のまま、今のもでも仲間選手の、ね、伊沢さんおっしゃった無理が効くところが出ましたね。ああいう体の使い方がすごく上手い選手で、はい、入れ替わるのが得意。さあ中盤で奪って、佐野が縦パススルーから鈴木優真から野々がいた、野々がいた、左足、あの回収が本当にいい回収してからゴールまで行きましたね。はい、らしさ全開でしたね。ヤン・マテウス、ステップを変えます。渡辺康太、長戸ワンタッチ、うん、ヤン・マテウスワンタッチ、長戸来た、もしかしたら付近で質を見せます、はい、完璧な崩しでしたよね。ここの少し大きなワンツーから最後長戸、よくアンデルソン・ロペス選んだ、これ流し込むだけだったんですけどね。鈴木の反転からのパス抜けたぞ、仲間の決定機、あーっと最後ギリギリで上島、鈴木優真反転から背後へのパス、迷ってましたね、うん、この後迷いましたよね、これね、最後まで上島選手諦めずにクリーンに守備したことで守れました。横にさばいた佐野、中で受けた安西、もう一回右を縦に入れた、うん、フリック、さあ打を抜けて探してあげた、あチャンス、ヘディング、こぼれ球、左、鈴木優真、やっぱり鹿島のエースは鈴木優真、大事な一戦、1点ビハインドの局面で鈴木の一発、同点、追いつきました、鹿島クラブ1対1です。クロスに5人入ってましたからね、ですね、大外でずっと待ってて、まあ、作りのところから少しね外で待っていて、でボールこぼれてきますからね、もう佐野選手が縦パス入れたところから一気にスイッチが入って、うん、簡単じゃないですよねこれ。天野、エドワルド、ナイスキーパーから打った、これまたこぼれたか、どっち、
オフサイド。いや、しかしながら早川ナイスセーブでした。よく止めましたね。今スーパーセーブでしたね。これです。強い。いやないかもしれませんね、はい、まあ、入ってても加藤がオフサイド。鈴木です。横にずれて木田が対応。背後で知念、名古屋が場所を開けた、うん、後ろからノーノが来た。踏み込んでノーノ打った。取り消されてますし、そうですね、正真正銘のゴールですね。うまい、この当て方もうまいですよね。うまいですね、うん、面でしっかりと、はい、しっかり枠に飛ばしてますし、水沼です。上島サイドチェンジ、ヤイチカットインした。ゴール前、上中が入ってきた。意地を見せる。トリコロールが意地を見せます。まだ終わってない。94分3対2、点差1点差です。飛び込んだのは中盤下がり目から上中。加藤蓮です。水沼、木田のワンタッチ。ここで試合終了の笛が鳴りました。伝統の一戦、 F マリノス先制、鹿島が逆転、さらに追加点でリード2点。しかしアディショナルタイムに F マリノスも1点を返して抵抗するという3対2。鹿島アントラーズ勝って、これでリーグ戦4連勝、ここ8戦負けなしです。一方、前節7試合ぶりに勝った F マリノスですが、連勝ならず。